込んだような雰囲気を作ってくれたサポーターはやっぱなんかその理由なように舞い上がるっていう。正直学校とかではもうみんなラグビーとかやってます。今ニューカーサルとかでやってるクリスウッドとか、あそこのちっちゃい国からああいう舞台まで行って代表出れないっていうことを誓ったっていうか。今シーズンだとあの夏に本間志音選手が移籍したのも一つトピックとしてあるかなと思うんですけど、本間選手そこから崩れなかったチームというか、もうやっぱりその強さの証明に、はい、あの逆につながった部分もあるかなと思っていて、そうした中で本間選手ってどんな選手だったんですか？いや、志音ともめちゃ仲良かったです。その最初来た年も多分高校生だったかな、まだ高卒どっちかを覚えてないですけど、その時からもドリブルうまくて、まあ本当に将来ある選手なっては思いました。ただやっぱその本当にその 2,3 年で学んだことはすごい多かったと思うし、そのやっぱ期待してる部分にやっぱ厳しく言ってたことも多かったなって今振り返って思うし、まあ本当に成長はすごいしました、この新潟に行った間。だから本当にそこも海外で、まあ、やっぱ活躍してほしいし、まあ、ちょこちょこ連絡も取ったりしてるんで、本人は楽しんでそうで、何よりです。なんか思い出とかってありますか？そういえばこんなこともあったなみたいな。シオンとですね、いやまずなんか今の若手って結構俺の時代に比べて、まあ、失礼じゃないですけど、その余裕でその絡んでくるっていうか、もうその辺は すげえ来るなっては思ったんです。最初来た時なんか全然その面識ないのにもうすごいなんかいろいろ話してくれたりとか、普通に突っ込んでくれたりとか、なんか俺の時代そのことやったら先輩に殴られるとか、もうなんかちょっと軽く頭叩かれるんじゃねえかっていうぐらいのとこが、まあ可愛いなっては思いました。成立学園高校に進学したっていうか、そこに加入した理由っていうのは何だったんですか？実は最初広島に行ったんですよ。広島ユースで1ヶ月2ヶ月ぐらい行ったかな。でその時吉田高校とかも通いながら行ってたんですけど、その当時に牧野選手だったり陽介だったり柏木だったり、3年生に前田の旬とかも、はい、もうすごかったです。もし衝撃的だったし、正直俺14歳か15歳だったかな、その時で。本当はそこ入りたかったんですけど、なんか学校の関係でなかなかその英語の先生が来れないっていうことで、その成立学園の、校長先生が元ジェフの社長のつながりで、ジェフのスタッフもすごい多くて、ルーファさんが元ジェフに行って、そのつながりで本当は1年だけだったっていう話だったんですけど、1年目が良くて3年なんていうんですか、特待してくれて、行けることになりました。まあでも本当にそのユースのサンフレッチェのユースの坂にすっごい惹かれました。あの時はもうちょっと貴重のが、その当時誰監督だったかな、日本代表と練習試合することになって、それも一応見に行けて、でそこに、まあ、中村俊輔だったりとか、すごい選手が目の前にもう見て、なんか日本でやりたいなっていう気持ちになりました。その成立学園に入られて、その日本のサッカーの、当時の日本のサッカーのイメージっていうのはどんな感じですか？ユース行った時はやっぱユースと高校サッカーまた別じゃないですか。ユースなんかもう基本人工芝だったんですよ。だからすごいやりやすかったんですけど、成立行った時に土だったんですよ。で土なんかニュージーランドないんですよ。全部天然芝なんですよ。最初もう何ここみたいな感じで、ここでやるの最初もうボールとか浮かすの結構難しかったんですよ。もう芝がなくてもう全然足が下に入らなくて、だからもう本当にもうまたゼロからっていうか、またいろいろ学び始めて、文化とかも全然違って、まあ、もちろんその先輩後輩だったりそういうところはすごい難しかったです最初。でもまあそれが今につながってると思うし、そこ結構苦労した1年でしたけど、2年3年目はすごい楽しかったです。
あの2007年その3年生の時の成績僕もあの覚えていて、そのすごく強かったじゃないですか。あの大津選手だったり、あの菅野選手だったりとかがいて、はい、で、そ、はい、であの東京都予選の準決勝帝京とやってっていうところで、はい、あの試合確かマイケル・ジェームス選手が退場、はい、あれじゃあ初と唯一の退場でした。そう、あの試合しかもあれが初めて、あの親がわざわざ2時間から初めて見てくれた試合です。でそこで7分か9分かどっちかは覚えてないですけど、野郎2枚で退場したのを覚えてます。でもそれでもすごいいい試合だったって、直接僕も見れなかったんですけど、見た人が聞いて、いや、もうなんか結局 PK まで行ったんですけど、もうチーム もうみんなもう大丈夫だよ、絶対勝つよってもうあの言ってくれてたから、もうすごい嬉しかったんですけど、まあ終わってみれば負けちゃって、まあで今でもなんかその成立の監督だったりコーチたちはその話するらしいです。あのボールを取って、俺多分ボール取って返そうとしたらもうそれでヤローカードになったんですよね、あの2枚目だから。それは絶対やらないっていうことをよく言うんですよね。でそこからあの翌年からあのアルビレックス新潟でプロ入りっていうことで、それで新潟を選ばれたというか、新潟に加入した理由は3回かな、練習参加しに来て、まあ大学もちょっと行くのを考えてたんで、大学の練習も参加も行ったりして、 でもやっぱりあの親と相談した中で、そのプロをこの行けるチャンスってそんなないと思うから、まあ最悪行ってダメだったら別に後から大学行けるよっていうような話されて、あの新潟に来ました。まあ新潟はもう試合も見にあの来ましたし、そこスタジアムすごかったです。覚えてる、4万人ぐらい入ってた。その年確か多分アルビ6位か7位ぐらいだったで、イジミスン22点ぐらい、ちょうど浦和移籍する前の年だったんですけど、もうすごかったです。もうバルシオ・リシャルデス選手とか思いながら、もうあの時のアルビ本当に強かったし、あのまああと単純にその環境とかも素晴らしかったっていう、寮がそのすぐあのグラウンドの横で、メッシも朝昼晩も全部出るし、なんかそういう全てサッカーに集中できるような環境でした。ただその入ってからがその2年目にジャパンサッカーカレッジだったりとか、そのあとは JFL 時代の杖源金沢とか長崎だったりに期限付き移籍で、この辺りはそのどうしてそういう、なんだろう、そういう形の期限付き移籍を決断された？いや、どうしたんですかね。俺は自分はやれる自信はあったんですけど、もうやっぱ外国人枠でなかなか18歳19歳で、あの来れることができなかったんで、まあでも本当にどこ、まあ、サッカーカレッジ行った時に、そのまだ結構あの元 J リーガーが行った時でしたですから、もう本当にあの学べることも多かったし、水源も行った時、あの久保達さんとか、あの山根岩尾さんとか、もう本当に恵まれました。で長崎の時とかは佐藤由紀子さんとか、もう本当にどこ行ってもそのいい先輩がいて、そこ、まあ、できるだけそこの近くに行って、その JA の話だったり、あの世界の話聞いたりとか、そこからなんか自分の財産にできるじゃないかって、まあ、頑張ってやってましたし、まあ、今でもゆきさんともルルディ戦かな、この前行った時ちょっと会って話して、まあ今でもつながってるのはもうあの本当に自分の財産っていうか、あの、まあ、そこには感謝したいですね。その先輩方にもうあの本当に恵まれました。川崎のサッカーが結構魅力的、日本の中では間違いない一番高い質、あのすげえなっては思って、紅白戦さえ出れてなかったんで鳥肌立つっていう、岸田さん確かに泣いてた気がする。その全部が遅く感じるっていうか、もうちょっとイライラする部分もあったんですけど、選手振ってて外ちょっとチームの輪を乱すっていう、アルビの選手はそういう駆け引きを考えながらやってるんで、絶対成功させたいです。